スタートしていきましょう。ゴー。おー、ついてきてる、ついてきてる。おっと、落ちた。おお、さあ、ついてこれるか。おお。こんにちは、開講時のドローンジャーニーへようこそ。今回も皆さんと一緒にドローンを楽しんでいきたいと思います。今回はマビック3クラシックのアクティブトラック 5.0 を使ってバイクでビュンビュン走ってどれぐらい追尾できるのか検証していきたいと思います。以前マビック3クラシックで松林の中を飛ばして A パス 5.0 の性能検証をやったんですけど、そちらの動画で高評価300超えたらバイクをビュンビュン飛ばしてアクティブトラック 5.0 で追尾してみますっていうことを言ったんですけど、そちらの動画なんとですね700を超える高評価いただきましてありがとうございますということで、ちょっと時間かかりましたがバイクで走ってアクティブトラック 5.0 でビュンビュンね、追い撮り撮影っていうのができるのかっていうところを検証していきたいと思います。はい、早速やっていきましょう。今回ですねこちら電動バイクになるんですが、ファンセディさんからお借りできましたエイノホット R6 という3ウェイで使える電動バイクなんですけど、動画の後半でこのかっこいい電動バイクエイノホット R6 の仕様なんかもご説明するんで、まあ電動バイクに興味ある方も最後まで見ていってくださいということで、早速やっていきたいと思うんですが、こちらの動画面白かったらぜひ高評価お願いします。この動画の高評価が500超えたらどうしようかな。マビック3クラシックにフロートキットを買ってつけるか、なければ自作して作って水中に着水する、そして離水するっていうね、ドキドキするような動画ちょっと作ってみましょうかということで、ぜひ高評価チャンネル登録お願いします。じゃあやっていきましょう。スティリーク。さあ、まずは被写体を選択してアクティブトラックでバックからねついてきてもらいましょうか。よし、行くぞ。じゃあこのプロポはですね助手に渡して、じゃあスタートしていきましょう。ゴー。おー、ついてきてる、ついてきてる。おー、すげー、バッチリねついてこれてますね。この辺とか結構危ねえんじゃねえかな。でちょっとね戻りましょう。おお、おー、すごいすごい。おお、結構近寄ってきたよ今。いやすごいな。ちょっとまた別の場所でも検証しましょうか。今度はアクティブトラックで左側に行ってもらって撮ってみましょうか。よし、よっしゃ。おお、おお、来てる来てる。おミラーで見えてるよ。すごいすごい、結構近めでちゃんと撮ってくれてる。でも左側指定したけど後ろから撮ってますよね。さあどんどん行きましょう。おっと落ちた。さあどんどん行きましょう。おっと落ちた。なんと墜落しました。いやいやいや、おっとっと。おお、壊れてはいないが、こう自然のクッションがあったんでこの枯れ葉にバサッと、助けられた形になりましたけど、うわこれだな、木というかツルにぶつかったんだ。バイクの追い取りは結構難しいってことじゃんね。ちょっとねいけるか。機体は運よく無事そうですけど、うわーなるほどね、衝突しましたね。結構スピード出してたんで回避しきれなかったようです。
次のフライトに向けて今プロペラのねチェックをしたんですけど、これ外したらですね、この内側の爪も折れてました。これが爪、爪がモーターの中に入ってました。なんで枝とかにぶつけた時はもしかしたら中の爪が割れてたりするといけないんで、一旦全部プロペラ外してチェックした方が良さそうですね。いやーですね、結構いい検証になってると思うんですけど、なかなかねビュンビュン飛ばすっていうところまで至ってないので、今日はですねこちらじゃん、できたばかりに1回来たんですけど、船橋ドローンフィールドに来てます。でちょっと夕方なんですが、この辺はですねドローンフィールドの管理人ともちんのそっちの道まで全部市道なんで、そこをねバイクで走っていいっていうことなんで、この辺一帯をまずはこのドローンフィールド走って、であとちょっと道路に出てその辺一帯を追い取りでバイクでやって、どんな感じになるかやっていってみましょう。はい、ではですねバイクも変えて、こちら僕の愛車ホンダモトコンポを走らせてマビック3クラシックのアクティブトラックで追い取りしたいと思います。さあ被写体を選択して、あ、被写体を切り替えられません、この機能は人や車両のような被写体の追尾にのみ対応していますと書いてありますね。ちょっとねスポットライトだけど、ブーっと動かして、おお、そうするとねこうやってこっちに向いてくれはするんですよね、アクティブトラックで。フロントやってみましょう。アクティブトラックのフロント出たぞ。よし、これでいきますか。ゴー。おお、さあついてこれるか、どうかどうか。おお、もうちょっとね高めでいきましょうか。おお、あ、木危ない、木危ないんじゃない、そっち。おお、危ねえ、木危ないんじゃない。おお、めちゃくちゃ危ないとこ行ったんで、一旦手動で戻しましょう。結構際どかったな今。結構危なかったですよね今。ということで、じゃあちょっと後ろからね追ってもらいましょうか。被写体選択してアクティブトラックバックからでゴー。よし、バックからついてきてくれ。そして、今日はですね FDF 船橋ドローンフィールドのともちんがマイクロドローンで追尾してくれてます。さあバイクでビュンビュン飛ばして、どんな感じで、あ、追い取りできんのか、やべえ。さあ今度はですねゆっくり走って、その辺のね道路を走らせてもらいましょう。指導ということなんで問題はないと思うんですが、さあアクティブトラック、さあ後ろから、ついてきてもらいましょうか。ゆっくり行きます。おっと、ついてきてないぞ。これはスポットライトになってんのかな。バックからゴー。さあ行きましょう。これぐらいでね行きますよ。おお、すごい、タイニードローンも来てくれてます。今日、タイニードローン飛ばしてくれてるのはFDF で撮影チームで、いろいろ撮影してる鈴木さん。ちょっとこっち行きますよ。どうかな、大丈夫かな、こっちについてこれるかい、どうなんでしょう。電線とか結構気をつけないとですよね。とね、電線は怖いんで、この辺はね電線とかがあるから高さ的には大丈夫かな。はい、さあここからちょっとね道路に出ますが、一旦上にぐーっと上がって、はい、高さを確保します。
高さを確保して行きましょう。さあとうとう道路に出ましたよ。さあこっちの方だったら行っていいっていうことなのでこっちに行きますけども、おおすごいすごい、ゴー。さあどうでしょうか、ついてきてるかな。おお、すごいぞすごいぞ。さあちょっとね森の中に入っちゃうんでここからはついてこれないと思います。はい、ここね森の中に入ったら見失っちゃうと思うんで、じゃあ戻りましょう。はい、じゃあちょっと近めで行きましょうか。そうだな、左から行けるかな、左から行けないかな、どうかな。じゃあ行ってみましょう、ゴー。おお、すごいすごい。これはすごいな。おお。さあこの辺は木とかがあるから気をつけてほしいんだよね。木に当たんないようにね。葉っぱとかね、結構葉っぱとか結構際どいのがもう分かってるんで、今あっちに葉っぱがあるんで気をつけてほしい。ああやっぱ止まってる。止まってますね。大丈夫。じゃあドローフィールドの方に戻りましょう。よいしょ。よっ、こっから入っちゃおうか。じゃあね、前からやってみましょう。ゴー。フロントから撮ってもらおうかな。どうかな、前に回れるかな。おお、すごい、ついてきているか。どうなんだこれは。お、前に回ったぞ前に回ったぞ。ついてこいついてこい。やった、ネット。はい。OK。先端がちょっと。いやー。惜しかったっすね。ちょっと。あ、惜しかった。最後。右足が。右足がちょっとね、やっちゃいましたけど。
はい、ということで検証いかがでしたでしょうか。今日は FDF の全面協力のもと、はい、やらせていただきましたけどもギリセーフ、ギリセーフ、あの今ねここのやっぱりねこういったネットとかこういうこれぐらいのワイヤーとかは検知して避けることができないので十分気をつけた方がいいっていうとても良い検証になりましたの で、ね、はい、ありがとうございます。良い子は真似しないように。そして鈴木さんもタイニーを飛ばして追っかけてくれました。ありがとうございます。いや非常に楽しい撮影でしたね。最高、めちゃめちゃこれだけいいらしいです。いやーすげえいい感じ。今回ホンダモトコンポでね今第2弾で追い撮りやりましたけどめちゃくちゃいい検証になったんじゃないでしょうか、うん、ということで、まあ、皆さんあの A パス 5.0 アクティブトラック 5.0 とても優秀なんですけど、まあ、過信しすぎないで飛ばした方がいいですし基本的には公道で、追い撮りとかはできないと思うので、なかなかね検証する機会もないと思うんですけど今日はいい検証になったんじゃないでしょうか。そして全面協力していただいた FDF のともちん、そして鈴木さん、ありがとうございます。はい、ということで、FDF の YouTube チャンネルもありますので概要欄チェックしてみてください、はい、FDF では5インチのドローンとかタイニードローンとかあと最近だとバギーもね、うん、世界チャンピオンが練習していたりとバギーもできるドローンもできるフィールドになってますのでぜひぜひあの近くの方は遊びに来てください、はい、で僕の方でもさっきのあのトモチンと話してオフ会というか、うん、5インチとかタイニーの体験会を、うん、一緒にねオフ会みたいな感じでやろうということになったんでぜひ、はい、ぜひ、ですね、そちらも参加してみてください。僕のチャンネルの方か FDF のチャンネルの方か僕らのツイッターなんかで告知があると思うんでぜひぜひチェックしておいてください。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。アクティブトラック 5.0 でビュンビュンねバイク走らせて追い撮りしてみたわけですけど枝に接触っていうのがありましたけれども、結構ねいい検証になったんじゃないでしょうか。ヒヤヒヤしましたね。ということでアクティブトラック 5.0 スピードが出ていたりするとやっぱ気をつけなきゃいけないし特にバイクで曲がった時ドローンが旋回するね動作に入った時にこの旋回の時にやっぱり危険があるのかなっていう感じしましたね。あとはですね以前やった検証でもアクティブトラック 5.0 で歩いたり走ったりした時に横から撮影してもらうとか前に回ってもらうやっぱりねこう回り込む時に一番ね注意が必要かなっていう感じはありましたね。まあね太い木の幹とかだったら A パス 5.0 全方向障害物検知でしっかりね障害物を検知して回避してくれるんですけど細い枝とかね葉っぱとかにはやっぱり注意が必要だなと思いました。あとはスピードを出していると走ったりねバイクで今日はビュンビュン行きましたけどそうなると結構気をつけなきゃいけないのかなっていう感じはしました。ということでまたですねドローンを使っていろいろな検証をやっていきますのでぜひぜひチャンネル登録して次回以降の動画も見てください。あとこの動画の高評価が500超えたらマビック3クラシックにフロートキットを買ってつけるか、まあ、自作してつけるかして水に着水したり離水したりっていうちょっとエキサイティングでワクワクするような動画作っていこうと思いますんでぜひ高評価お願いします。 Twitter、Instagram もやってますんでぜひフォローお願いします。で今回ですね撮影に使った電動バイクエイノホット R6 もですね概要欄からチェックできますんでチェックしてみてください。いやーアクティブトラック 5.0 A パス 5.0 かなりねかなり優秀だと思うんですけどあんまり過信はしちゃいけないかなということで使うにしても、広くて障害物がないようなところで使った方がいいのかなと思いました。はい、さあではここからはですねエイノホット R6 をご紹介していきたいと思います。まず全体結構ごつくてタイヤもファットでまあ見た目かっこいいですよね。はい、こちらは3ウェイの電動バイクになってます。ペダルもついてるのでペダルだけで漕いで使うこともできますしアシストモードもあって電動と人力とハイブリッドで使うこともできます。ただしこちらは原付一周免許が必要でヘルメット着用も必要です。電動バイクモードで最高航続距離が35キロ、ハイブリッドモードで45キロ走ることができます。重量は35キロ、持てない重さではないけどまあまあ重いかなって感じですね。まず一番目につくのはねこのぶっといファットタイヤですよね。20インチのファットタイヤがついています。しっかりとしたサスペンションがついてますね。後ろにも
油圧アブソーバーがついていて、しっかりショックを吸収してくれそうです。で、実はですね、ここに R6、 ここから真っ二つに折りたたむことができます。ボディだけじゃなくて、実はハンドルも折りたためるので、後でやってみますが、かなりコンパクトに畳むことができます。そして前後ディスクブレーキになっています。リアキャリアがあるんで、なんか荷物とかバッグとかここに詰めそうですね。そしてペダルモードの時に使うシマノの7段変速機、ちなみに最高時速は25キロになってます。で、バッテリーの充電時間はだいたい5、6時間で満充電できるそうです。防塵防水性能は IP54 なんで、ずっと雨ざらしにしておかない方がいいと思いますけど、雨でも使用できます。 ABS もついてるんで、そこは安心ポイントですね。ヘッドライトは LED ライトで結構明るそうです。ハンドル周り見ていきましょうか。こちらがシマノの7段変速ギア、ウインカーは前も後ろもしっかり光ってくれます。クラクションはこんな感じ。キーをオンにして電源ポチッと押すと、はい、液晶画面が立ち上がります。こちらのプラスマイナスのボタンで、今エコモードなんですが、スタンダード、パワーと3段階で切り替えることができます。じゃあサクッと畳んでみましょうか。ここが地面につくんだな。レバーを外して、よいしょ、畳んだらボディの真ん中で立てる。スタンドは畳んで、これだけでも車に積むときにはまあまあコンパクトでいいけど、やっぱりこの辺がね結構邪魔だと思うんで、さあここもロックを外してレバーを外すと、ああ、なるほどね。おお、ミラーなんかもグッと出っ張りを畳んであげれば、はい、こう見ると結構ねコンパクトですね。ちょっと35キロあるんで、まあ持ち上がらないことはないけど結構重いかな。さあ、じゃあここからはですね、実際に街中を走って、レビューしてみましょう。今モードはスタンダードで、レベルがパワーが3ですね。普通に走る分にはパワー3ぐらいがちょうどいいのかなと思います。そうすると、今現在28キロ出てますが、まあ、ちょうどいいかなと思います。ちなみにこのスピードはですね、1から5まであって、5だと30キロ以上出ます。まあ、4と5だったら30キロ以上出ますね。で、坂道がきついスピード出したいっていう時には、4とか5とか選択するといいと思います。平らな道でね5とか4とか使うと、まあ、速度違反になっちゃうんで、そこは注意した方がいいと思います。ちなみにモードは今スタンダードになってますが、セットボタンを押すとパワーモード、エコモード、スタンダードと3種類選べて、かつスピードが1、2、3、4、5と選べます。0っていうのもあるんですけど、0だと電動なしで、漕いで人力でね、ペダルを漕いで進むような形になります。じゃあちょっとね、モードをスタンダードからパワーにしてみましょうかね。セットボタンで、パワーモード、 TFT 液晶なんで太陽が明るくても結構見やすいんですけど、でもカメラだとちょっと映んないかな、反射しちゃって。はい、ここにパワーモード、スタンダード、エコモードと表示されます。エコモードで走ると一番省エネで航続距離伸ばせるんですけど、キビキビ行きたい場合はスタンダードかパワーの方がいいのかなと思います。左車線に行って、ここは直進しましょう。まあ、こういった街中だとやっぱりストップアンドゴーが多いんですが、電動だとまあその辺でストップアンドゴーがあっても、まあガソリン車と違って燃費あんまり気にする必要がないんで、その辺は結構いいところだと思います。パワーモードでスピード5にしてみましょうか。ゴー。うん、パワーモードにしても初速走り出しの感覚はそんな変わんない。はい、一気にぐわーっていく感じではなくて、意外と加速は滑らか。ちょっと車通りが多いんで、こっちの方に逃げましょう。今フルスロットルですが、30キロまで到達するにはどんぐらいだろうな、5秒以上かかるかな、10秒はかかんないけどっていう感じだと思います。じゃエコモードも使ってみましょうかね。エコモードのパワー5、あ、エコにしてもなんか意外とスイーっていく感じなんだ。あんまりなんだろうな、走っている感じとしては
感覚としてはあんまり違わないんで、だったらなんかバッテリー持ちを考えたらエコモードでもいいのかなって思ってしまいますが、でも走り心地があんまり変わらないってことはもしかしたらそんなに、エコモードでもなんだろうな、航続距離としてはそこまで差は出ないかもしれませんね。サスペンションなんかは、まあ、なかなかいい感じですね。ここのショックアブソーバーがまあまあ効いていて、お尻はいい感じですね、はい、でブレーキの効きも申し分ないと思います。で何気にこの左右のミラーが丸くてでっかくて、なかなか後続車を見やすくていい感じはしますね。どのモードでも基本的にはペダルをこのように漕いで進むこともできます。アクセルをひねらなくてもペダルを漕げば電動で走ってくれます。そんな感じでちょっと使ってみましょうか。スタンダードパワー3でペダル漕いで使う。さあ漕いで進むこともできます。てか信号でよく捕まるな。ちなみに電動パワー0にすると電動アシストなしになるんで完全に自転車モードですね。まあ、公道を走るときは自転車モードで走らない方がいいと思うんですけど、まあ、バッテリーが切れた場合とかよっぽどまあこういう車通りがなくてストレートであんまり車がなくてゆったり漕いで行こうかなっていうときにはパワーゼロにしてペダルを漕いで行くっていうのもいいかもしれませんね。万一電気が切れたとしてもペダルモードで、移動できるっていうのはまあ保険的にはありかなっていう感じですけど、とはいえまあまあ重いんでちょっと最後電動アシストなしでペダル漕ぎで終わりたいと思いますけど、結構ね重いと思いますよ結構声ひっくり返っちゃった。パワーねゼロにしてシマノの変速3段でしょ今ギア3だけど、あまあそんなに別に重くないか。めちゃくちゃペダルが重いってことはないですけど、普通の自転車に比べたらタイヤも太いし重さも重いんで、自転車モードでずっと長い距離を行くっていうのはいけないことはないけど、結構トレーニングみたいになるかなっていう感じはしますね。じゃあちょっとパワーゼロにして、うん、ギア1、2、3、4、5、6、うん、やっぱタイヤ太いからまあまあ結構おいしょっていう感じですけど全然走れますね。はい、じゃあ戻りましょう。あ、てか以上になります。はい、というわけでエイノホット R6 いかがでしたでしょうか。気になる方はぜひ概要欄チェックしてみてください。というわけで皆さんドローンこれからも楽しんでいきましょう。さよなら。